ましておめでとうございます。ね、もう6月ですけど、今年一発目ということで、今回はですね、オートポリス開幕直前スペシャルということでね、やることはいつもと一緒ですけども、本当は去年のうちにしておきたかったんですけどね、2010年シーズンの ST600 クラスの後半戦を振り返ります。それから2011年の ST600 クラスに参戦する注目のライダー、これはですね、数名ですけども僕が勝手にピックアップしたんで、これはね、見ていきたいと思います。それから2011年のシリーズ日程、これをですね、確認したいと思います。ということで、今回もよろしくお願いします。はい、それでは2010年シーズン ST600 クラスの後半戦、これを振り返ります。まずはスゴーからですね。このスゴーはアジア選手権の選手が、2人ですね、来てたということで、そのタイから来た、ペトロナス、ヤマハタイランド、MHP と、このヤマハのチームですね、このマシンが速かったというね、そういう印象でしたね。でタイヤは結局何だったんでしょうね、ブリヂストンで登録してブリヂストンのタイヤがなくなったからダンロップを買いに行ったけどピレリ買ってきちゃったみたい なんかそんなんで結局ピレリタイヤを履いていたんですかね。ということでまずは予選をちょっとね振り返ると、予選1番手タイムゼッケン30番山口達也選手、森脇クラブですね。で2位にそのタイの選手ですね、ゼッケン29番ポラマイ選手、ペトロナスヤマハですね。で3位がゼッケン75番大崎選手、SP タダオレーシング。4位がゼッケン25番デチャ選手、こちらもヤマハタイランドですね。で5位にゼッケン19番国川選手、キュニアール平野、というトップ5でした。そして決勝の結果です。結果から見ていくと、勝ったのはゼッケン29番のホラマイ選手、タイからの選手ですね。でペトロナスヤマハの選手ですね。で2位にゼッケン30番山口選手、森脇クラブ。3位がゼッケン25番デチャ選手、ペトロナスヤマハと。ということでタイからの資格は強かったと、ね、いう感じですけど、で4位がゼッケン19番国川選手、9-2R 平野、5位がゼッケン2番中富選手、ヒットマン RC 甲子園ヤマハ、というトップ5でした。そしてゼッケン13番関口太郎選手、チーム太郎プラスワン、関口選手は12位でチェッカーということになってますね。関口選手のコメントですけど、中盤まで8位争いについてはいったものの、水温が110度を超えてオーバーヒート状態で無理やりついていったら残り5周あたりからペースを維持するのができなくなってしまいました、というふうにね、コメントが出てます。まあ、8月の終わりということでね、気温も高かったんでしょうけども、水温110度ということで、オーバーヒートだったと。エンジンにも厳しい、ね、状況だったと思うんですけど、天候はね、みんな同じ条件なんで、これはね、致し方ないということですけど、ちょっとマシン的に厳しいものがあったということですね。で次は岡山国際サーキットですね。これは9月の末にありました。予選の結果です。1番手タイムはゼッケン30番山口選手、2位がゼッケン19番国川選手、3位がゼッケン75番大崎選手、4位がゼッケン26番稲垣選手、5位にゼッケン35番中山慎太郎選手という、ね、トップ5でした。ゼッケン13番関口太郎選手は続いて6位ということでしたね。ブリヂストンタイヤが、ね、苦戦しているという感じでしたけども、ここに来て、関口選手が BS でトップということなんですけど、関口選手以外に、ね、注目していた中山選手が、ね、5位ということで、セッティングとか、ね、ピレリタイヤ、バッチリあったんじゃないでしょうか。そして決勝の結果は、勝ったのがゼッケン30番山口選手、2位がゼッケン75番大崎選手、3位がゼッケン26番稲垣選手、4位がゼッケン2番中富選手、5位がゼッケン35番中山選手という、ね、トップ5でした。これ山口選手と大崎選手でかなりやり合ってたんですよね。ギャップがコンマ1秒ぐらいしかないですね、1位と2位の差が。その後稲垣選手は一人旅という感じですかね。関口選手が6位チェッカーということで、上位の方でね、なんとかレースを終えたということでした。
それからこの岡山国際サーキットの模様は中山慎太郎選手がオンボード映像を YouTube の方にアップしてますけど、前だけじゃなくて後ろ向きのカメラもつけていたということで、中山選手の後ろにいた関口選手、これのライディングがですねずっと見れる映像がですね YouTube にアップされてますので、まだ見てない方ね見てください。全日本の選手ってオンボードって公式にはつけてないですよね。で、まあ、オンボード映像ってね中山選手ずっとアップしてますけど、結構貴重だなと思って、後ろのカメラはね結構面白くて、関口選手をねずっと映してるんでね、それ見てみるとどういうねライディングをしてるのかというのがね見えて、なかなかね貴重な映像だと思いました。はい、ということで岡山国際はこの辺にして、次はツインリンクモテギですね。予選を見ていきます。1位ゼッケン26番稲垣選手、2位がゼッケン30番山口選手、3位がゼッケン75番大崎選手、4位がゼッケン35番中山選手、5位がゼッケン634番小林選手というねトップ5でした。ゼッケン13番関口選手は7番手タイムということですね。でもこの関口選手が予選もうちょっといけそうだということでアタックしてたら転倒してしまって負傷したということでしたね。でも負傷というのも結構ひどい怪我で、足が結局骨折してたんじゃなかったですかね。決勝走れるのかなという感じでしたけども、足にギプスも開いて確か決勝日は来てたんじゃなかったですかね。そういう画像がアップされてたと思うんですけど、決勝の結果です。勝ったのはゼッケン75番大崎選手、2位がゼッケン30番山口選手、3位がゼッケン34番大木選手、4位がゼッケン26番稲垣選手、5位がゼッケン2番中富選手というトップ5でした。それから関口選手は16位フィニッシュということになっています。レースどころかね普通に歩くのもね多分難しい状態だったと思うんですけどね、まあそんな状態でも走ってなんとかね16位でチェックを受けたということでしたね。そして最終戦鈴鹿、こちらの S600 予選を見ていきます。1番手タイムはゼッケン75番大崎選手、2位がゼッケン26番稲垣選手、3位がゼッケン30番山口選手、4位がゼッケン35番中山選手、5位がゼッケン34番大木選手、そして関口選手は7番手タイムだったと。そして最終戦鈴鹿の決勝の結果です。勝ったのはゼッケン75番大崎選手、2位がゼッケン30番山口選手、3位がゼッケン2番中富選手、4位がゼッケン34番大木選手、5位がゼッケン14番津田選手という、ね、結果でした。関口選手は早々にマシントラブルが出てリタイアということになってしまいましたね。今季初のノーポイントレースだったということで、ね、ちょっとね残念な最終戦となってしまいました。最終戦はポイントがプラス3ポイントボーナスがつくというのでね、それを落としたというのもねちょっときついですけど、はい、ということで2010年の ST600 クラス年間ランキング、これを見ていきます。2010年チャンピオンはゼッケン30番山口選手、2位がゼッケン75番大崎選手、3位がゼッケン2番中富選手、4位がゼッケン34番大木選手、5位がゼッケン35番中山慎太郎選手というトップ5でした。そして関口太郎選手は35ポイントで2010年は13位という結果になっています。で最後のノーポイントというのはねかなりきつかったですね。そしてまあピレリ旋風ということで、上位に食い込んだねあの中山選手、去年はノーポイントだった中山慎太郎選手が2010年はシリーズ5位ということで大躍進ですね。ということでさらっとね見ていきましたけど、関口選手は2010年は13位だったということですね。はい、ということで2010年の ST600 クラスの結果を見てきました。はい、それでは2011年のシリーズにてこれを確認していきます。第1戦鈴鹿津田の方、これはね早くも開催されましたけど、秋吉選手の優勝で終わった、ツアーの方でしたね。そして第2戦オートポリスツアーの方、これが6月の4日5日とねあります。 ST600 が2レースあるということですね。それからツインリンクモテギが7月の2、3と、これでようやく全クラス開催の大会ですね。
そして8月の6、7と、ツインリンクモテギで今度は 2&4 が開催されます。これは JGP2 クラスだけの開催ということですね。8月の27、28と、スゴーで、これも全クラス開催。9月の10、11はオートポリスの2回目ですね。この時は ST600 クラスは開催されないということでした。それからアジア GP が今年も閉催されます。10月の8、9、これが岡山国際サーキット、これも全クラス開催と。最終戦鈴鹿 MFJGP、 これが10月の29、30に全クラス開催と、こういう日程になっています。ということで、今年の日程でした。災害の影響なんかでね、変わりましたけど、オートポリスが2回あるというのはね、九州にはいいことかなと思いますね。まあ、九州人からするとなかなか九州以外のサーキットというのは、行けなくて、まあ、僕は九州以外のサーキットというとミネサーキットにね一度行ったことはあるんですけども、まあ、僕が行った時はすでにねミネサーキットじゃなくて町田の試験場というふうに、ね、なってました。で、まあ、中には入ったことないんですね。まあ、ミネくらいまでならね行けそうですけど。ということで、2011年の日程の確認でした。それでは ST600 クラスの注目のライダー、これを数名ですけどね、見ていきたいと思います。まずはゼッケン68番 SP 忠尾レーシングチーム、篠崎佐助選手。17歳っていうね、まだまだ若いですね。マシンは YZF-R6ダンロップタイヤを合わせたマシンと、千葉出身の選手ということです。125の選手だったんですね。去年は JGP3 クラスのランキング4位ということです。趣味はボーリング、あとはコンピューターでの情報処理というふうに、ね、書いてありました。まあ分かりませんけど、学校もなんかそういう情報処理系の学校なんですかね。それから好きな音楽は AKB48 だそうです。特にチーム B というふうにね、MFJ のサイトに書いてありましたけど、まあ、チーム B ってね、まあ、分かる人には分かるんでしょうけども、僕にはねちょっとさっぱり分からないんですけどね。あとはお寿司がね好きだそうですね。カッパ巻きとイカオクラと書いてありますけど、まあ、17歳若い選手がね、頑張ってほしいなと思います。次はゼッケン73番、武蔵 RT 春プロ、浦本直道選手。こちら16歳、さらに若いマシンは CBR600WR、 これにブリヂストンタイヤを合わせたマシンと、東京都の選手ということですね。浦本選手も125の選手、2010年は JGP3 クラスのランキング6位と、ユースの中では5位だったということですね。そして身長が179センチの57キロと、ね、書いてありましたけども、179って結構大きいですね。125のバイクに乗るには体がね大きかったのかなと。今年は600ということで、まあ、この身長ね活かせるかどうか。で、浦本選手はライダーで作ったユニットの R4、 これのメンバーだということですね。で、守備は音楽鑑賞ということで、木村カエラ、土屋アンナ、アブリルが好きだそうですね。まあ、そういうね音楽の趣味にしても若いなと、なんかもう全然ねついていけないなという感じですね僕は。続いてはゼッケン81番、バーニングバット RT、 亀谷長女選手、34歳、マシンは CBR600WR にダンロップタイヤ。亀谷選手は埼玉県の出身だそうですね。もうねベテランですね。95年に全日本の250から来てずっとね参戦して、 JSB1000 クラスに乗り換えて、で今年は600に乗るということですけど、去年は8台に桜井ホンダから出場。趣味はゴルフと書いてありますね。このねベテランが ST600 に来て、ね、今年どうなるかという感じですね。そして最後になりますけども、ゼッケン391番、チーム全&プラスワン、坂井大作選手、29歳、マシンは GSXR6 にブリヂストンタイヤ、大阪府出身の坂井選手。坂井選手ももうね29歳、ベテランですね。96年に全日本の125と、それから250を乗って SA600 を乗って、で JSB1000 クラスと、それから8台も優勝してますしね。去年は全日本は走らなかったんですよね。それで海外レースに出場したと、でアルバセテの耐久レースでも優勝したということで、やっぱりねすごいですね。
それから MFJ の公式ファンサイト、こちらにはブログの URL なかったんですけどね。酒井選手もブログやってます。で、酒井選手の趣味は音楽を聴くこと、楽器演奏、ピアノ、ギターと書いてあるんですけども、酒井選手は小さい頃からなんかピアノをやっていたというね、話でしたね。それから好きな食べ物というところにうなぎとね、ちゃんと書いてありました。ということで数名ですけどもね、簡単に見てきました。今年も SC600 は16歳、17歳というね、若いライダーが入ってき、そして29歳、34歳というね、こういうベテラン勢も入ってくるという、ね、もう大混戦に、ね、なりそうですけどね。まあね、ベテラン選手にも頑張ってほしいけどね、この若い選手もね、どうにかね、そのベテランに食い込むようにね、頑張ってほしいです。はい、ということで、今年の注目のライダー、数名ですけど見てきました。いかがだったでしょうか。今回ね、最後に話をしたいと思うのは、チーム2チャンネル的な話題といいますか、関口選手に、ね、関する話題ですけども、まあなんといっても、関口太郎選手が結婚したということがね、今度ねシーズンオフの話題だったんじゃないかなと思います。太郎さんついに結婚かというね感じですけど、まあ、数年前のねインタビューで、結婚は考えていますかというね質問に、結婚考えていますよというね言ってたんで、まあ、そのうちはするだろうという、ね、感じでしたけども、2011年にね結婚ということで、おめでとうございます。でお相手の方は、GP の時から、関口選手と一緒に、海外をね、一緒に行動していたという方だそうですけども、で週刊誌の方に関口選手とのね馴れ初めなんか書いてありましたけども、皆さん読まれましたかね。なんか病院で知り合ったというね書いてありましたね。あとなんか病院のシャワーの時間が決まってて、やっぱり女性の方はねお風呂が長いというので、ちょっと病院の決めた時間じゃちょっと短いという時に、この太郎さんが自分がお風呂早く入って、で余った時間をね奥さんの方に譲ってあげたという風なねエピソードが書いてありました。まあ、そういうことがねさらっとできるのが、ねまあ、モテる男なのかなと思ったりしてましたけど、お嫁さんの方の印象というと、まあね、僕はよそのねお嫁さんの印象を語っても仕方ないですけども、やっぱりあの GP の時のクラッシュですね。であの時のレスキューのねあの車に乗せられる傍らで泣いてる写真、泣き叫んでるというか、まあ、取り乱してるというか、あの写真がね結構強烈でしたね。なんかあの時のイメージが強いんですけど、もう見てられないような写真でしたけどね。まあそういうね印象しかないですけど、なんかその週刊誌を読むと、確かお嫁さんの方から、ね、結婚を迫ったみたいなことが書いてありましたね。結婚しないんだったらもう就職しようと思ってたみたいなことを、ね、書いてありましたけど、まあ、でもねレーサーの奥さんって大変なんじゃないかなと思いますね。まあ、車でねクラッシュしてもそんなに怪我っていうのはあんまりないかもしれないですけど、バイクだと別にレーシングスピードじゃなくても一人でこけてもねあの怪我しちゃうんでね、心配なんじゃないかなと、ね、勝手に思ってますけど、まあね、世界が羨むような、ね、結婚をした関口選手という、ね、話題が一つと、それからレースのことでいうと、関口選手は今年2011年は ST600 クラスと JGP2 クラス、これのダブルエントリーと、ね、なってますね。今回はとりあえず ST600 を見てきましたけども、オートポリスが終わると7月の2、3にモテギで全クラスですね。ということで、まあ、この7月の2、3までにはJGP2 クラス、こちらの方も見ていかなきゃいけないなというふうに思ってます。どういう選手がいるのか、また JGP2 のマシンというのはどういうもんなのかというのをちょっとね見ていきたいかなと思うんですけどもね。ということで今回はこれくらいですかね。また次回、まあ、次回って言ってもね言った通りやったことはないですけど、7月のモテギが始まる前までにまたこういうね喋る動画を作るかどうか分かりませんけど、まあ、オートポリスに行く予定なんで、その時撮ってきた写真とか動画をね、いつものようにね、スライドショーの動画を作ってあげておこうかなと思います。その後ですね、まあ喋るのを作るかわかりませんけど、まあとりあえず JGP2 クラス、これについてはね、ちょっと勉強しておかないといけないかなと。ということで、今回はこれくらいですかね。でシーズンオフにね、まあいろいろ大変なことね、ありましたけど、まあ、あえてね、そこは触れずにね、行こうかと思います。まあ、去年の翔平選手のことも、まあ、この動画じゃね喋ってませんし、まあ、あえてね、そこは触れずにいこうかなと思います。ということでお時間です。ここまで付き合ってくれてありがとうございました。
ということで、お相手はナナシでした。